ん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はね、私のですね、このワゴンを新しくしたので紹介していきたいと思います。ね、以前ワゴンをね、撮った時になんか斜めってるっていうのを出したんですよね。なんかこんな感じでこんな感じでこうなってるワゴンが、なんかキャスターのとこがクニーって曲がっちゃった。そこがクニーってなってこうなってるワゴンがあったんですよ。重みに耐えられないみたいなやつ。なので、でね、新しくしようって考えてたんだけど、あのピンとくるもワゴンがなくて、結局そのまま使ってたんですね、このまま。そしたら、リミちゃんの部屋っていうか、1階を断捨離しまして、まあ少しなんだけどね。そしたらこのワゴンが空いたということで、空いたならまあ使おうかなと思って、はい、こちらに買いましたということでね、見てください、この、これよこれまっすぐまっすぐのこの木がでね、これは、IKEA のワゴンなんで、すごいね、なんか、すごいプラスチックで、なんか、すごいしっかり。プラスチックじゃないでしょ。え？カンカンと落としてるじゃん。じゃ、カンカン。金属製じゃないの？あ、金属製ですね。まあ、金属なんで、すごいね。すごい、しっかりするんですよ。はい。まあ、IKEA のね、このワゴンは本当有名でね。ね、いろんな人がね、使ってるかと思います。ということでね、こちらをね、はい、入れ替えとともにちょっと片付けたりしたので、今回こちらのワゴンをね、紹介していきたいと思います。はーい。でね、昔のあのワゴンについてた、これをどうするか迷って、あーそう、これね、なんかもうなんかつけないかなとかも思ったけど、とりあえずつけたんだ。またとりあえずつけて、うん、もうちょっとね、ダサいよねこれ、正直ダサくて。でもなんか他になんか、どうしようかなと思って、まだ保留なんですけど、まあちょっととりあえずはつけたぐらいな感じ。はい、まあ、ダサいのでまだちょっと、まだ考え中なんですけど、はい、はい、ということで、まずはね、一番上の段からいきますか。はい、じゃあカメラね、近づけたいと思います。はい、ということでね、まずはこの一番上の段を紹介していきたいと思います。はい、こちらですね。ここはね、主にもうメイクですよね。はい。でね、主に使うのがこの。じゃあ、これの中は、じゃあちょっと開けてもらいましょうか、一応。この中にはですね、おぉ、通常使ってる。目のしかないです。アイシャドウしかないですね。なるほど。クリオのやつとかと、あとエチュードハウスかな。そう、このキャンメイクのやつと、ママが開けたやつね。あとこのクリオのやつと、あとこのエチュードハウスのやつも。で、あとはもうなんか、涙袋とか、こういうやつとか。これもエチュードハウス。こういう、これが、うん、種類別で3本ある。そうだよね。ママが1本あげたのもあってね。そうなの。ママから、勝手に取ってたんだっけ？そう、持ってました。勝手に取ってた。3本あります。そうだよね。ここの色が違うんですよ。すごいね。もう涙袋命みたいな感じだね。なんか、引かないとあれなんですよ。はい。まあ、詳しいことはね、これだとポーチ紹介になっちゃうので、次行きますね。で、ここは、はい。ここはですね、うん、なんか、あ、これ、このなんかタワーみたいなやつ、本当は動くんだよね。こんな感じで動くんですよ。そうだよね。で、これ超可愛いじゃないですか。うん、これは、100均のさ、なんだっけ？え、100均なんだっけ？ワッツ。あ、100均のワッツで買えます。ワッツって知ってる人いるかな？ね、ちょっとまだ3段目開いてるんですよ。ほんとだ。そう、これこうやってね、回転させられるんですよ。こんな感じでね、回転させられる。かわいいんだけど、ね。こんな感じでね、使い道がちょっと悩んじゃう。こうなるんですよ。そう、すごいよね。だから机の上にこれを置いて、こうやってスライドさせて撮るみたいな。うん、これでも、こんな。1段目がもうほんとアイシャドウです。アイシャドウですね。ほんとピンクだよね。うん。ピンク。かわいいピンク。で、2段目が、アイチとかにするやつ。なんかね、もう、折り付き開かなくなっちゃって、固まっちゃったこれは、ルーブルだっけ。はい。はい。なのでね、この折り付きとルーブル、どっちがいいか、まだ検証中ですけど。なるほど。で、3段目が入ってなくて、4段目が、ごめんなさいね、4段目が、なんかこれは、パウダー。パウダー？うん。あ、なんか、シザンヌのパウダーなんだけど、うん、これはですね、
あの、買ったんじゃなくて、福袋だ。福袋で。そうだ、そうだ。開いてて。そう、しーちゃんぐらいの年は、こういうパウダーだけでも十分だね、っていうことでね、しーちゃんにね。うん、あんまつけてないです。そうだね。で、これはね、ほんと、日焼け止めだっけ、これ。日焼け止めです。もらったんだよね、これもね。これもなんか、うん。試供品みたいな。そうそう、なんかメイク道具を買ったらついてきたぐらいの感じなんだけど。これですね。はーい。これはね、夏持ち運びしてたんだけど。うんうん。今は全然。そうね、冬だしね。はい。で、この手前が？ここはね、なんか、いろいろあります。なんか、ブラシだね。やつとか、うん、ブラシとか、髪のクリーンパンってやつ。まあ、正直ない方がいいと思います。うん、あとこれなんか、無印で買った、化粧水用のコースティッシュなんだけど、なんかここが長すぎて。そう、合わなかったんだよね。大きいの買わなきゃいけなかったね。ちっちゃいの買ったからね。はい。まあ、次回ね。次回、ね、買いましょう。今度ね、使えるかなと思って、もらってます。はい。で、ここはね、ビューラー。で、下はね、ガラスの。あ、下もあるんだ。あ、でも香水と爪切りと。ね、あ、この爪切りママが使ってたやつだ。こんなところに。うん。このピンクのやつ。あ、そうなの？そうだよ。かわいいでしょ？かわいいってこれママが使ったやつじゃん。いい、盗まれた。え、そうなの？しーちゃんのものになってるし。そうだよ。これママがずっと昔から使ってたピンクの。あれ、そう？爪切り。ちょうだい。ちょうだい。ちょっと待って、マジで。まあいいや、まあいいや、はい。次。じゃあ、ここはもう爪切りと。まあ、これゲーセンでなんか取ったよ。そう、これね、500円のガチャガチャでね。そうだよね、ゲーセンで、ね。500円の香水。うんうん。懐かしいね。懐かしいね。で、こっち行きますね。あ、はい、まずこっちです。あ、こっちか。これは友達からもらったバスボックスなんですけど、うん、ね、かわいすぎてまだ使えてません。そうだね。ね、これはね、こっちにもある鏡と、うん、あとこの友達からもらった紙石鹸。うん、おー。これね、超可愛くない？メンダコだっけ？何この生き物？おー、可愛い。この生き物シリーズ好きで、うん、ちょうどもらったんですよ、この生き物。よかったじゃん。ポーチと、あとそこにね。あ、ぬいぐるみみたいな。なんか、うんうん、あった、ね。2個あるんですよ、うんうん、あそこに。ほら、あるじゃん。うん、あれ、このシリーズ好きです、最近私。置いてます、ね。で、なぜかここに。何これ？あー、昔ね。昔ね。買ったね。そうなんです、買った。うんうん。アイシャドウです。で、ここは、はい、全然主に使ってないんですけど、うん、アイシャドウ昔買ってた100均とか雑誌で入ってたやつとかが主かな。主ですね。この辺も、まあ、この辺はね、リップのリップ、ね、昔からあるやつね。はい、これとか超懐かしくない？懐かしいね。3年生ぐらいの時は使ってたよ。3年生、うん、そうだよね。懐かしい。もう2年も前だからそろそろ使えないかもしれないね。期限がね。でね、前ここは、うん、主に使っているリップたちですね。はい、使っているリップたち、うん。ここが主に使っているリップたちね。そうです。ここが主に使っているリップたちで、はい、うん、ここのゾーンが、ここが、まずこのオペラのね、うん、リップでしょ。で、ここはもらい物。うん、リップは、はい、ママが買ってあげたんじゃなかったっけ？あ、そうですね。ママにもらって。ママとなんかさ、初めてなんか上野かなんかのさ、なんか、行ったね、デパート、丸いかなんか行って、初めてこう、専門店にちょっと足を運んだら、はいはい、なんかお店の人にめっちゃなんか話しかけられて、はいはい、じゃあ一本買うかってね、買ったんだよね、確かね。そう。それで、初めてのジルでスイちゃんとってね。そう。なんだけど。かわいいよね。なんかもう、なんか、使えなすぎて。そうだよね。あとは、この、これは誕生日の時に、そうだね、もらいました。ウームさんから誕生日プレゼントで、このハンドクリーム、これ。ハンドクリームとリップクリームなんだけど、リップクリーム可愛いよね。マジで、もったいなすぎて、まだ使えてないんだけど、うん、なんかね、匂いはすごいいいの。いいんだけど、うん、なんかもったいなすぎて。で、ここがですね、この辺はもうあれだね、セザンヌとか。そうですね、キャンプ。さあ、3CE が1個あるね。そうなんですか、ね、原宿でね。原宿で。うん、買ったんですよ。うんうん、懐かしいよね。これエチュードハウスかね、一番右の。はい、これエチュードハウス、ね。これ友達も持っててさ。おー、使いやすいだろうね、やっぱね。ね、エチュード。これがセザンヌで、これもセザンヌですよね、うんうん。はい。後ろもなんか。後ろこれ100均の。あー、UR グラムだよね。はい。それのなんか、グロスみたいな。あー、そうですね。はーい。こんな感じですね。はい、1段目はじゃあ、
こんな感じでございます。はい、以上でございますね。はい、じゃあ次2段目ですね。2段目はちょっと一回後ろ触ろうか。めっちゃこっちなんだけど、これならいいか。